こんにちは、ビーレジェンド田中です。今回はマックス重量を伸ばすための秘訣、気持ち編というところのお話をしたいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やビーレジェンドの新商品の情報などが掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。マックス更新を狙うときに気持ちは高めておられるでしょうか？気持ちが高まった状態だとやっぱ集中力も高くて、体が興奮してる、交感神経が優位になってるので、やっぱパフォーマンスは高まりやすいと思います。そういう状態をいかにして作るのかというところは意識されているでしょうか？私が高重量のセットを行う際やマックス更新を狙う時に行っている、気持ちを高めるアプローチですね、をいくつか紹介していきたいと思います。まず一つ目は気持ちが上がる動画を見るというところです。特にコンタクトスポーツですね、ラグビーであったりアメリカンフットボールであったりというところの、激しくこう体がぶつかる、戦うっていうところの動画を見るっていうところはすごく気持ちを高めてくれますし、実際に交感神経高まると言われています。特に格闘技やコンタクトスポーツなどでも、自身がこうファンであったり応援している選手の勝利シーンとか KO シーンとかですねを見ることは、すごくこう気持ちを高めてくれる、交感神経を高めてくれる、テストステロンを高めてくれるっていうところがあると思いますので、そういう動画などをしっかり見て気持ちを高めるというところを行っております。以前も紹介したんですが、動画だけではなくてアップテンポの音楽を聴くっていうところ、音楽を上手に使うっていうところも工夫しております。で、ここまでは、皆さん実際に気持ちを高めるアプローチとしては使われているかなとは思うんですが、ここからあまりこうやってる人はちょっと少ないだろうなってアプローチ、私が個人的に行っているアプローチを紹介したいと思います。私はもともと空手をやっていましたので、集中力を高める、気持ちを高めるというところは実は呼吸であったりとか姿勢であったりとかっていうところでコントロールできるというところを、空手を通して学んだ経験があるので、いくつかそのようなアプローチを取り入れています。まず気持ちを高めるアプローチとしては、興奮している状態の方の動作や仕草を真似をするというところを行っています。例えば下を見て肩を落とした状態であれば、そんなに気分が上がらないと思うんですよね。逆に胸を張って姿勢よく立てば、やっぱ気持ちは上がりますよね。なので興奮している状態の人の真似をするっていうのは、動作や仕草によって気持ちが高まる状態に持っていけます。なので呼吸もゆっくりとした腹式呼吸ではなくて、少しテンポの速い、胸式呼吸を使うことにしてます。気持ちを高めるアプローチとして、ゆっくりだと気持ち落ち着いていきそうですよね。やっぱテンポ速く肩で息するぐらいでって言ったら、それだけでもこうだんだん心拍数も引っ張られて上がってきますし、気持ちが高まっていく形になります。そしてゆっくりした動作よりも少しこう慌てているような動きを意識する、テンポの速い動きを意識するようにしてます。そうすることで気持ちが高まっていく。目をやっぱりこう薄く開いている状態よりも、目をこう開いてしっかりこう光を取り入れて瞳孔が開く、興奮している状態にした方が、やっぱ気持ちはぐーっと高まっていくかなと考えています。私の性格としては基本的にやっぱ臆病で痛いとかきついのはあんまりしたくないという性格なんですけど、気持ちをぐーっと高めることですね。マックス付近の重量を持った時って僕の場合は重いとか怖いとかいう気持ちがどうしても勝っちゃうんですけど、そういうのを高いテンションで抑え込むというか、恐怖心をなるべくこう感じない、重さに対して気持ちが屈しないように、いろんな音楽とか呼吸とか動作を使って気持ちを高めて重量に対して負けないようにっていうところを意識してアプローチするようにしています。私の場合なんですけど、テンション上げるのか普通の状態で、大きな工夫もせずにアプローチするのかでいうと、ベンチプレスでいうと、5キロひどい時には10キロぐらいこなせる重量に差が出ちゃいますね。結構性格的なものも大きいとは思うんですけど、そういうところをしっかりこう整えて、体だけじゃなくて気持ちの面もしっかり高めてからトレーニングするっていうのを一つのポイントにしております。パフォーマンス上げるっていうところに対してのお話をしてたんですけど、逆に
に下がるというところについてもお話したいと思います。まあ、先ほど言ったのと逆のアプローチをすれば必然的にパフォーマンスは下がりますよね。トレーニングやるときに、まあ、過剰にリラックスしてしまったりとか、例えばゆったりしたリラックスするような音楽を聴いたりとか、トレーニングの前にマッサージを受けて気持ちがリラックスしている状態などになってしまうと、筋肉しっかり固まらないし、まあ、興奮できない状態、リラックスした状態になってしまうので、パフォーマンスは逆に下がるかなと思います。私が最近こう感じたことなんですが、まあ、私今こうちっちゃい子供がお家におりまして、ちっちゃい子供と触れ合うことで、まあ、リラックスしてしまって、今からこう重りを持ち上げるぞ、戦うぞっていうモードになかなか入らなくなってしまうっていうところがあります。もしかしたらお家に可愛い子犬がいたりとかですね、何かこうペットを飼って可愛いなーっていうところのリラックスしてる状態ができてしまうと、気持ちを高めるという点ではマイナスになってしまうかもしれません。まあ一説によるとですね、赤ちゃんと触れることで男性ホルモンのレベルはやっぱ一時的に低下してしまうというところの論文も見たことがあります。やはりこう種を残していくっていうところで考えると、まあ、赤ちゃんと触れ合う時にですね、まあ、攻撃的であったりとか、赤ちゃんを育てるっていう環境としては望ましくないので、まあ人間の体はよくできているなと最近感じました。なので、まあ、最近はちょっとこう限界までガンガン重量を追っていく気持ちを高めるっていうところはどうしてもこう難しくなる状況になることもあるので、体の特性を考えた重量をやたらこなすだけではないアプローチというか、まあ、苦手部位に対して頭を使ってどう刺激を入れていくのかっていうところに集中する時期にもう諦めてですね、思いのこなすの時期ではないなっていうのを諦めてもう切り替えちゃいました。やっぱその時期その時期皆さんライフステージあると思うので、どうしてもトレーニングに適さない気持ちになってしまう時期はあるので、まあその時はその時で違うアプローチをやればいいかなと、切り替えればいいかなと思って、まあ筋トレは引き続き継続しています。まあ気持ちを高めるためのアプローチ、まあ皆さん意識しているところもあったとは思うんですけど、私独自かもしれないですけど、まあもし伸び悩みを感じていたりとか、高重量こなす時にちょっと怖いなと感じる、まあ私みたいにこうちょっと臆病なタイプの方がおられるようでしたら、ちょっとこう気持ちを高めて恐怖心を飛ばすっていうところの、まあ、仕草や動作や気持ちの高め方っていうのも一度こう参考にしてみると良いかなと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。 B レジェンドの新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。